今回我々がやってきたのはモゾワンダーシティ。お願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。このモゾ久々に来てすごいテンション上がってます。もういっぱいここで友達と遊んだりデートしたり、お、いろんな思い出があります。人気モデルとして雑誌やメディアに引っ張りだこ、近藤千尋さん。夫のジャングルポケット太田さんは愛知出身。千尋さんも愛知の大学に通っていて、モゾは庭レベルで訪れていたそうです。今回二刀流ファッションに挑戦していただくのは、スポーツやアウトドアアイテムが揃うスポーツデポ。二刀流ファッションに挑戦するブランドがアルペンが手掛けるティゴラになります。おしゃれ。ティゴラさん聞いたことあります。ファッショナブルだけでもなく、それプラススポーツ機能を兼ね揃えてるっていうイメージがあります。ベーシックな色とか形が多いから選びやすそうですね。ティゴラ最大の特徴はスポーツとファッションの両方を楽しめること。動きやすくて高機能にもかかわらず、とってもお手頃価格。そこで今回は、はい、わ、なんか出てきた。なんだなんだなんだ。こちらです。わ、いろいろなジャンルをご用意しまして、ほう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 、この中で掛け合わせたコーディネートを千尋さんにしていただきたいと思います。ハードル高。ハードル高いですね。カジュアルにもフォーマルにも使えるティゴラ。そこで2つの異なる状況でもおしゃれに決まる二刀流コーデに挑戦してもらいます。都会でショッピングがいいですね。都会でショッピン グ, ピング。じゃあちょっと僕意地悪なんで正反対なもので行かせていただきたいなと思います。キャンプを選ばせていただきます。ちょっと難しいですかね。結構真逆というか、すごいもう一言だと思ってさ , 笑いながらなんか都会でショッピングもできてキャンプにも行けちゃう、そんなファッション本当にあるんでしょうか。いやでもこれだけ種類が豊富なのでいけると思います。都会でショッピングとキャンプ、その二刀流コーデがこちらです。はやたくんお願いします。おお、ショッピングとキャンプに決まる二刀流コーデ。セットアップにすることで綺麗めに。ジャケットとパンツは特殊技術で通気性もあり快適で動きやすい。めっちゃ軽やかです。いやすごい似合ってる。キャンプに行く格好ってどうしてもシャカシャカ生地でザ動きやすい格好っていうイメージなんですけど、それをハーフパンツでこう靴下を入れることによって、はい、都会のおしゃれ男子を意識してみました。わ、短パンってあんまり履かないので。あ、本当ですか。自分で短パンいけるんだっていう新しい、めちゃくちゃ似合ってます、似合ってます。新しい発見にもなりました。アイさんお願いします。おー、かわいい。かわいらしいじゃないですか。私は春らしいスカートスタイルです。一見キャンプは厳しそうですが、実はこのスカート撥水機能とストレッチ性を兼ね備えた高機能なスカートなんです。都会ということでちょっとねカフェとか入ったら肌寒い時があるので、うん、そういう時はこのカーディガンを、まあ、着るでもいいし肩掛けでもいいし、うん、さらっとかけるだけでさらっと雰囲気が出るんですね。そうなんです。続いては通勤も行けてスポーツもできる二刀流コーデ。ジャケットでフォーマルに、速乾性の高いニット素材で着心地抜群です。そして私はツーウェイとして着回せるワンピースです。確かにおしゃれではありますが、これでスポーツは厳しそうに見えます。でもこんなバシッて決めてるのに、うん、全然あの肩回りとかも楽ですし、うん、すごい全部伸びるんで足もすごい上がるんですよ、うん、えっとか、うわー素晴らしい。すごい、全然お洋服邪魔になってなさそう。ティゴラさんのお洋服が本当に動きやすいので、うん、はい、もうシュッシュッシュッいけちゃいますね。世界観入ってましたもんね。ティゴラの商品は物価高騰の今多くのアイテムが値下げ中。お近くのスポーツデポ、アルペン、オンラインストアでも購入できます。